大城祭。大城祭は、天皇が即位の礼の後、初めて行う、ニーナメ祭り。大城祭は古くは、おほにえ祭り、おほなめ祭りとも訓じたが、現在は、大城祭と音読みすることが差は。ニーナメ祭は、毎年十一月に、天皇が行う収穫祭で、その年の申告を天皇が神に捧げ、天皇自らも食す祭儀であるが当初は、大城祭とはこの、 ニーナメ祭りの別名であった。後に、即位後初めてのニーナメ祭りを一世一度行われる祭りとして大規模に取り行うこととなり、実令ではこれを先祖大上祭と呼び、通常の大上祭イコールニーナメ祭りと区別したものである。大上祭イコールニーナメ祭りの儀式の形が定まったのは、七世紀の皇玉天皇の頃だが、この頃はまだ通例の大上祭。 イコールニーナメ祭りと戦争大城祭の区別はなかった。通例の大城祭とは別に、格別の規模のものが執行されたのは、天武天皇の時が初めである。ただし当時はまだ即位と結びついた一世一度のものではなく、在住に何度か挙行された。律料制が整備されるとともに、一世一代の祭儀として、戦争大城祭と名付けられ、 祭りの式次第など詳細についても整備された。演技式に定められたもののうち、大使とされたのは大城祭のみである。また、大城へと呼ばれることもあったが、これは大城祭の後には3日間にわたる設営が行われていたこと由来している。また後には、通常の大城祭、イコールニーナメ祭りのことを、毎年の大城、戦争大城祭を、 毎夜の大乗と呼び分けることもあった。演技式に式次第が定められた後も多少変化した。室町時代末期、戦国時代には朝廷の急防や戦乱のため延期または御土御門天皇の即位以降東山天皇の時代の最高まで221年間行われなかったとなどもあるものの、天皇の代替わりに伴う重要な祭儀として、 古くから継承されてきた。もっとも、江戸時代の最高の際には古式に則っ,って、創二の御所への出入りを禁じて、歴代天皇の威廃を徹すべきとした、霊言上皇や摂政一条不勇行、兼ねてるとこれに反対した上皇の実刑行所、法神皇や左大臣、この絵はじめ広らが対立した。この仏教排除の動きは新天皇の大上祭が開かれるたびに、 国学や尊王論の高りと相まって強化され、それが宮中に長く定着していた神仏集合の慣習に対する批判及び廃仏論や、これに付随する即位感情の是非の論議にも発展して、明治における宮中の神仏分離の永遠となったとする見方もある。近城天皇では平成2年1990年11月12日に即位の礼が、 11月22日から23日に大上祭が行われている。即位礼に関わる儀式が国の行事とされたのに対し、大上祭に関わる儀式は皇室の行事とされた。しばしば誤解されているが、ここで皇室の行事というのは皇室の私的な行事という意味ではなく皇室の公的な行事という意味である。大上祭の予算は、 通常の内定費以外の臨時のものが組まれている。当時の政府発表、最終回答によれば、大城祭が国事行為とされなかった理由は、憲法上の天皇の国事行為とは、内閣の助言と承認を必要とするものであり、皇室の伝統祭司である、大城祭は国事行為に当たらないためである。明治以降の即位の例。 大城祭関連儀式の具体的な日程等については即位の例の項目を参照のこと。演儀式によれば旧暦なので天皇の即位がその年の7月以前の場合には、その年に8月以降の場合には、翌年に行われることになっていた。大城祭が行われる年には、まず諸子、監視の役人が、その祭りに備える犬を出す祭を選ぶため、ゆき 月の国、群を牧場する。雪、月の国を五月の国という。雪は東日本、月は西日本から選ばれるのを原則とし、紀内の国、山城国、山和国、河内国、泉国、摂津国,国の両生五カ国、現在の京都府、奈良県及び大阪府から選ばれたことは一度もない。歌天皇以降は、大見国が雪、丹波国と備中国。 冷静天皇の時のみ、張馬国が交互に好きとされ、その国の中で軍を牧場した。明治以降は夏季、8月上旬には、大払い大お払いを牧場し、左京、右京に一人、五木内に一人、七道に、各一人を差し使わして払い、8月下旬にはさらに、払いを差し使わして払った。この払いが済むと、伊勢神宮以下、各国の天神地議に平白を備え、 国分、公文を掃除た。また、8月下旬には、抜け星を牧場して、時国に使わし、抜け星はその国で咲いたと、最上増式人、増殖道女、物部人、物の部女らを牧場した。9月になると咲いたから稲穂を抜き取り、はじめに抜いた4束を、ご飯、ミートし、あとは黒木、白酒、白木として供される。ご飯や黒木、白酒は、 9月下旬から祭日まで、都に設けられた、最上院外の刈屋に収められる。抜け穂が終わると八神殿において祭典がなされる。10月下旬には、天皇は川に臨んで御敬、儀を敬した。このおみそぎは、江戸時代中期以降になると皇居内で行われた。祭りは、11月の卯の日に行われる。11月に、卯の日が3回あれば、中の卯の日に行われるものとされたが、 後世には、下のうの日に行う習いとなった。今日では十一月二十三日の勤労感謝の日に、新鍋祭りが行われるため、金城天皇の大上祭も、平成二年十一月二十二日深夜から二十三日未明に、かけて行われた。十一月になると、一日から開日、そか。月末までは三し、三日あ荒い意味。簡略なもの意味。 祭儀の行われる宇の日の前の牛の日から三日間は、松室ひとし、まいみ。厳重なものいみ。とされ、けがれに触れることを戒めた。雪、月の祭場を設け、それぞれにジン幹、長度などを調理製作する諸屋を建てた。自鎮祭の後、祭りの七日前から大上宮を作り始め、五日以内に作り終える。大上宮は、雪との月殿の二殿からなる。 春工すると宮殿に災害がないように祈る、大殿の祭りと邪神を払うためのご門祭が取りやれた。祭りの塔や、天皇は、海流殿に渡御し、小弓お湯、おみのお湯で決済して、財腹をつけ、深夜、菅傘を差し替えられ、四足で足元が照らされる中を、勝ち裸し、素足で歩くで羽ごの上を進み、雪殿、雪殿、地議は、 伊勢神宮内宮と同じ位置そぎに入る。雪殿には、南枕に布団、襖が敷いてあり、靴と靴を乗せる台も、布団の北隣に置いてある。布団に置いてある枕の名は坂枕という。この神宮類は神座、神のために設けられたものであり、この中に天皇が直接入ることはない。雪殿では、神仙を神に供し、国分をそうして、神と名を来、 つまり神に献じた神仙、お供えを、天皇やら、自ら聞こしめす、食べるのでる。海流殿に戻り、ついで好き殿、地議は、伊勢神宮下空と同じ外曽木に入り、雪殿と同じことを行う。この中心的な祭りのほか、辰の日には、中富の氏が、天神語と、天津神のよごとを奏する行事、身の日には、山和舞,風俗舞、風俗舞、風俗舞が催され、 馬の日には五節舞、五節の舞が催されるなど、多くの行事がある。大上祭への国費支出が違憲であるという訴えは、棄却されている。この一連の大上祭や、また即位の例について、国の公費で行うことは違憲であるとする説もある。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。